では、それで行きましょう。で、捕まえるは慣用表現。まあ、こういうベラフォンス。では。1、持ち上げる。それは、では、自分で言うが、つらつし。持ち上げる、ゆまるまる動詞なんですが、さて、ビアビティ。そう、ビティ。持ち上げるは、一般的な意味としては、低い方から高い方へ物体を移動させるということである。ベイミスは、バドンシ、ヨティツー。举到高处，这么的，持ち上げる，相当于的举起。で、引申为人を褒める意味。引申表示是一个阿谀奉承。とりわけ、風刺、皮肉の場合、まあ、特別是一个讽刺、挖苦的感觉呢。所以持ち上げる、这表示是一个夸奖，也是给人一种贬义的感觉。で、ややマイナス的なニュアンスがあるので、因为偏贬义。だから褒められる、褒めるとの合計的な区別には注意する必要がある。まあ、如果你确实是老师表扬，就先生に、そう、褒められた就可以了。先生に申し訳ない、どう感觉有点老师的挖苦你呢？では、例文から。1、オリンピックで彼は100キロのバーベルを持ち上げて3位入賞した。重そうですね、100キロ。こう？もうそれは持ち上げる。ちょっと本意。で、次、子供の時、天才、天才と言われて持ち上げられたが、それにしたら普通の人だった。先生の王安石的一篇作文叫。確か、三仲永でしたっけ？王安石。まあ、小时候就是被夸为天才，天才，天才。但是长大之后，真真不是的。对，这么表示一个，这个意思表示一个被表扬。那次超能力者を持ち上げるテレビ番組は見ていて本当バカバカしい。そうですね。看这种节目真是极看都不得的。对，把某人，对，称赞为夸奖为什么的超能力，其实难的不难意思呢。まあ、その持ち上げる。A、表示便意、ものを持ち上げる。じゃあ、もう、舉高。B、对某人的阿谀奉承。いいですか？どういう被動態呢？持ち上げられる、被阿谀奉承。次、子供を騙す、变成名詞、子供騙し、骗人的把戏。で、自分自身为そう名詞の名詞で、子供騙しとは、相手が子供であるかのように安易で見えすぎた行動や方法を取ること。ちょっと骗孩子的小把戏な。まあ、当然否定的な意味で使用されることが多い。同样可以的感觉是マイナス。というのを消極的言うかな。例えば、お菓子あげるから勉強しましょう。というこの魂は今やもう通用しない。で、いいだ、もう可以给你糖吃、好好休息な、去玩吧。好骗。但是现在小朋友已经不那么好骗了。そうだ。お菓子あげるから勉強しようね。なんかもう通用しないよ。で、次。お父さん、そんなこの魂の手には私も乗らないよ。你那只能骗骗我们的1、2岁的小朋友，我已经3岁了，你骗不了我。所以呢，子供騙しの手に、手那手段ですね。私は乗らないよ、我才不会被你所忽悠呢。次、当然なことに、A 氏の子供騙しみたいな主張を信じる人は誰もいない。まあ、当然、没有一个人愿意相信 A 氏的一派胡言呢，那种骗人的鬼话。这种感觉叫子供騙しみたいな主張ですね。所以呢，子供騙し也是一个贬义词，骗人的把戏、鬼话。네，乗るなよ，不要相信呢。再次，軒を連ねる。軒是什么呢？房屋的屋檐。軒，就是一个一家挨着一家，这种叫。軒をつなげる。で、軒をつなげる、つまり、
で、家屋やお店が連なって密集している状態を表す表現である。じゃのこれら、汉语だ、林次自比、一家挨着一家ですね。林次自比，一家挨着一家。也可以说我们的 Nokyo Narabel。では、大型家電店や部品業者が軒を連ねている秋葉原は外国人の観光客も多い。まあ、如果我们去秋园可以发现，这种大型商店小型的一家挨着一家ですね。中文叫軒を連ねる、鳞次栉比的电器商店。では次。で、中国料理店が軒を連ねるので、横浜の中華街は人気のある観光スポットだ。まあ、在日本很有名一个叫中华街，也是一个偏的地方呢。里面东西真是又贵又难吃呢，就是偏偏日本人的。那所谓的中华街，也是这个一家挨着一家。那次。有名な水郷の町では、100軒前後の古い住宅が軒を並べている。在因为是属于乡水木的古老的建筑，一家挨着一家，鳞次栉比，中文叫軒を連ねる。まあ、想像だに美しいでしょうね。では次。いまだに、我们的副詞、我们的副詞。で、いまだには、ある状態が一定の時間が過ぎた後でも、そのまま継続しているということを表す副詞である。表示一个某一个状態、过去相当久的一段期間、仍保持原样。そんじゃ、いまだに。有点数字だ。まだ。で、例えば1、退社してから3日になるが、彼からいまだに連絡がない。何が起こったんだろう。我们讲都过去三天了，但是他没有任何消息。あららら。何があったんでしょうね。过去三天了。で、如果换成我们的注意的，彼からまだ連絡がない，就没有这种担心的语感。但いまだに連絡がない，还有一个语感，都过去那么久了，可是却杳无音信，心配ですね。何があったんだろうね。次。もう30歳なのに、彼はいまだにそんな夢みたいなことを言っている。子供でもうまいしね。で、都奔30人了、还成天做白日梦。いまだに言っている。每天他都问。もう子供でもあるまいしね。其实已经不是小孩子了，所以まあ早く目覚ましてほしいですね。でも、あるまいし、それは重心別一个 no。又不是什么、所以、又不是什么小孩子了、所以、不要再做白日梦了呢。目覚ませ。次、猿から人間への進化論については、いまだに激しい論議が続いている。そう？違うかな？那有人说我们的、人是由猴子进化的，有人说不是，是吧？まあ、いまだに、仍在进行的激烈的讨论。所以我们的いまだに有两个继续。A、いまだに。連絡がない、仍未。次、いまだに言っている、いまだに続いている。别说他喜欢我们的退流，比如说仍在持续；也可以喜欢我们的退来，比如说的仍未。没错，既相当于 still，又相当于我们的 yet，仍未。好，看到。次，人気を博する获得人气。
で、人気を博する、つまり作品、製品などで社会的に高い人気を受けることである。某一作品、某一产品、获得人气的意思。で、類似表現には、好評博する、也可以用我们的获得好评、喝采、博得一片喝彩、喝采を博する。まあ、どういうまとめ。例えば1、広報が画家として世界的な人気を博したのは、残念なことに彼の死後だった。で、我们知道著名的画家梵高，で、获得全世界人气，很遗憾是在他死之后，他的画才值钱的。まあ、いいことやら悪いことやらね。で、获得全世界的人气，つまり受到全世界人民的喜欢。次、最近彼女が発表したいけばな插画、いけばな作品はとても好評を博した。博得一片好评。次、60年代、ビートルズ、ちょっと我们的汉语的披头士は、英国の若者の喝采を博し、やがて世界的なアイドルに成長した。知ってますか、ビートルズ。ヘイジューディーとかですね。で、そんな人気を博する、博するウナ、ウィティ、チェンジムナ、サムシンを、人気を、喝采を、あとは、好評、まあ、どうもなくまよ。一般的，まあ、你得到我们的一分钱的压岁钱，用我们的もらった可以呢。お年玉もらった。お年玉博した，有点奇怪。嘛，除非你要收到一个亿的一个财产，那你可以用一个博する，收到一块两块的，用もらおう就足够了呢。いいですか？次、マイケルにいとまがない。マイケルにいとまがないとは、例がたくさんあります。ありすぎ。这是一个举不胜举、不胜枚举。比如例子太多了，举不完。数えきれない、数不胜数。で、という意味の慣用的な表現である。で、いとま可以写成汉字、いとま也可以写成这个呢、いとま。比如不胜枚举、举不胜数。つまり、たくさんたくさんたくさんある。例えば1、残念だが、このような悲惨な交通事故は、マイケルにいとまがない。这种交通事故真是太多了。マイケルにいとまがない。次、学生時代の失敗談は、本当にマイケルにいとまがないほどだ。で、我使用するのは、所謂的措施ね。真的是太多了。举不胜举。あなたにも失敗談がありますか？次、同じような事例は、マイケルにいとまがないので、全部は引用できません。で、同様する例は太多太多、所以我只讲其中一部分。で、マイケルにいとまがない、我们可以说成レを開ければキリがない。目を開ければキリがない。特别是一个，如果举例的话，那就没完没了的，也是比较不胜枚举的意思呢。目を開ければキリがない。いいですか？で、次、奇葩之、我们的独特的、奇特的、奇葩的。で、奇葩之。つまり、独創的で、独創的、新奇だという意味。独創的、新奇的、奇葩的。次、状況を逸したという否定的な意味でもよく使われる。另外、多比是那种、贬义的、奇葩的呢。まあ、否定的、不是否定、それで是一个消極的意思呢。例えば、いかなことに私が提出した奇抜な、事業企画書は、すぐ理事会で承認された。我本来是闹着玩的，没想到，对吧？奇葩呢？企画，奇特的计划书。次、芸術家の服装が奇抜だというのは昔の話だ。以前その艺术家总是穿一些奇装异服，叫奇葩な服装。
でも最近は会社員みたいな芸術家も多いです。但最近都低调了，穿的和正常人没有什么区别。そうかな。那次，彼はいつも奇抜な行動をして周囲の人を驚かせる。这个小奇葩总是会吓到周围的小伙伴。奇葩な行動は偏便宜な。まあ今日はまた何をしてかすかね。今日不知道会做什么出格的事情。所以叫奇葩な。哎，独特的、奇特的、奇葩的，都比较便宜。次，包丁合わせる，布条、布料、布料ですね。布料一致，包丁合わせる。で、歩調合わせる、つまり仕事や行為において統一の取れた行動をすることである。像のこれだ。そう、步調一致。類似表現は同様の表現方法を読んだ。歩調を揃える。足並みを揃える。也比什么步调一致。不要各行其职呢。で、温暖化対策では世界各国が一致して歩調を合わせることが重要だ。で、世界各国要保持一条心、步调一致行事、それが何より大事。確かにそうですね。次、全員が歩調を揃えなければ団体スポーツで勝利できないのは地面の利だ。地面の利、つまり不言自明的真理。つまりチームワークが大事ですね。で、如果我们的全体成员做不到我们的步调一致的话，比赛是不可能胜利的。つまり、いわゆるチームワークが大事ですね。次、みんなの足並みが揃えば、このプロジェクトは1週間で完成できる。他的意思是，只要大家步调一致、集体行动的话，このプロジェクト、这一个项目，1週間で、只要我们的一周便可以完成。ね、1週間で完成できる。で、注意我们的助词。で、歩調を揃える。这里是歩調で、足並みが为什么呢？因为来自我们的足並みが揃う。で、揃う变成什么的？揃えば。で、如果它是一个 VT 的话，它是个 VI 呢？意思一样，那比较不了意思的话，だから足並みが揃えば2週間で完成できる。いいですか？まあ、我们的惯用表达方式有些意思，不如记我们的通过例句来记它的一个使い方、它的用法。どんな時と使う？いいですか？在以前的我们的学习我们的动词、形容词，还有一些副词表现，一定要注意我们的三点。覚えてますか？つまり、その、注意我们的词性，あとは組み合わせ、我们的搭配。再比如说，我们的描写的喜欢就我们的，比如说我们的对哈克斯喜欢就我们的人气、卡塞口秀等等。对，而我们的对，吃了那个喜欢就我们的 Noki。言葉等等。なお。で、それからその意味。然后再记我们的意思呢。まあ、反之、要记意思之前、首先请记录一个词的词性和我们的搭配。いいですか？よし、関与品はこの辺で。ではまた後ほど。